こんばんは。ゲーム動画でいこうです。G1 岩木タイラーオールスターもいよいよ最終日、えー。決勝戦は11レースです。そちらの予想をお送りしたいと思います。えー、私の概要です、えー。私はですね、えー、っと、脇本が、えー、っと、まあ、多くの人の期待を集めて、特別初優勝という期待は あるかと思私はですね、えー、校調さらに力をつけてきた、えー、竹内が先手を取ると見てその番手にいる浅井の抜け出しを本命にしたいと思います。そして、えー、まくり上げてくる渡部一成を、えー、っと,との折り返しを中心にしたいと思います。 はい、えー、11レース決勝戦のメンバーです。えー、ご覧の9人。まあ、基本的に中村博以外はみんな11型なんですが、えー、っと、山崎健人が短期以外の場は、あのそれぞれラインができて、えー、ライン戦で戦う、まあ。変則的な3分戦プラス1という流れになりそうです。えー、っと、SKS 班は日、まあ とかですねえー、っとが消えましてえー、浅井孝太と渡部一成のみになりましたそうですねえじゃあそうなってるねです逆に言ったら脇本にとってはあの脇本そしてその番手を回る古書にとっては 特別初制覇の絶好のチャンスとも言えるわけです。あ、もう胡椒はダービー取ってたっけ、まあ、なんせ、えー、っと、近畿勢があの人気を集めるのは必至だと思います。まあ、それに、えー、中部勢が対抗する流れですね。オッズを見る前に、えー、ナビはご覧の通りですね。 えっと、まずですね、バック回数は、え、竹内優作、山崎健と、111期で特別は、特別を決勝戦は初めてじゃないでしょうか。非常に、あのー、どこ、ターシ、短期っていうのがちょっと痛いですよね。 3位、あの、着順を見ても山崎健斗は、このように1着を1回も取ってないので、気配的にはちょっと厳しいんじゃないかな、と思います。逆にですね、気になるのが4番車竹内優作なんですよね。えっ、ー、と、準決勝も1着を閉じはして、えー、勝ち上がってまいりました。非常に好調だと思います。そして脇本も、 やはり、あの、完全に自信を持った走り、もちろん準決勝は軽く一着、えー、バックも取ってますし、やはり福井で地元の記念を制覇した勢いを引っ下げてですね、特別初制覇を狙います。えー、番手の故障も、はい、ここは離れないようにかけていけばチャンスがあるという流れですね。 えっと、そうですね。えっ、ー、と、こちらですね。なので、竹内、山崎は17回なんですが、バック回数は17回なんですが、短期ということで先行は厳しい。となると、まあ、ど竹内優作が先手を取るか、まあえー、9回ですけど、えー、これは競技に行ってるんで、実際はもっと多い。 実質2桁といって差し支えのないわた、脇本優太が先手を取るのかという、どちらかかの流れになると思います。そうなるとですね、非常に重要なのがスタートなんですよ。スタート回数はトップは1番車でかつ5回の浅井紘太です。2番目がですね、4回渡辺和成。3番目が6番車 えー、中部の金子隆ですね。まあ、3回以上がこの3人ということで、まあ、普通の競争であれば、中部が、まあ、前を取って、中段は田辺和なり、後方は木本だと思うんですが、 まあ、どうするかですよね。あさ、いの判断ですよね。浅井いが、まあ、あの、躊躇すると、スタートを躊躇する、いかない、あのー、何としても、あの、竹内を、竹内は、あのー、前を取るって抑えられるのを防ぎたいと考えるのであれば、もう渡辺和成が、え、前を取ってしまうと思います。 ああ浅ンが前を取った場合は、竹内は、もう、脇元が押さえてきたところを突っ張るしかないという状況で、まあ、これは結構足を使うかもしれないですね。竹内優作は押さえ先行の方が、あのー、あ、合ってますから、突っ張るとなるとちょっと、自分の仕掛けでかけるのは厳しい。まあ、でもね、 まあ、こういうことも言えるんですね。どっちにしても脇本は仕掛あの、じゃ、じゃんぐらいには仕掛けてくるとなると、もう、あの、竹内は、じ、あの、自分で発信して、脇本を出させないようにしないといけませんから、脇本が一社でも、たとえ故障が引き離されても、できないたら結構、 竹内でかわしにかかるが厳しいと思うんですね。まあ、その場合、アサイが踏み出すケースもあるんですが、えっ、ー、と、驚異的な粘りで、スピードで脇元が押し切っちゃえば、元も子もないですから、やっぱり脇元はでき、できらせてしまうと、チューブにとってはダメです。まあ、もちろん渡辺和也にとっても、それは、脇元をできらせない。 方が優勝のチャンスは高まると思います。まあ、そうですね。どちらにしても竹内が脇本を出させないように、どのようにするかというのがこのレースの焦点だと思います。 三連単の支持率は、やはり脇本が人気ですね。次が浅井、古将、渡辺和成と、まあ、順当なとこだと思います。えっ、ー、と、ではですね、二社単の音図を見てみたいと思います。えっ、ー、とですね、まあ、浅井もいる渡、渡辺和成もいる、竹内が校長、さらに山崎の新人の勢い、 新人のフレッシュさということで、結構、まあ、この辺から買われて穴人気になるのかなと思ったら、山崎はそんなに人気ないですし、山崎か。えー、っと、渡部和成も、あの、浅井との裏表は、あ浅井、 がん2着の21はこそ8.9倍と10倍を切るんですが、それ以外,あの以外ですと意外とついてる。というか、えっと、胡椒の刺し目もあのもうちょっと下がるのかなと思ったんですが、えー、脇元にの頭に比べれば意外と人気ないなと私は思いました。まあ あと、ま、竹内も結構人気ないですよね。案外竹内面白いのかな。ま、もっともアサイにとっては失格が多いんで、ここはと、あの、何としても取らないといけませんし、せっかく竹内が逃げてくれたとしたら、そこで仕掛けを躊躇してるわけにはならないんで、やっぱりアサイはシビアに踏んでくると思います。で、アサイも、 まあ、もうちょっと人気あってもいいかと思うんですよ。グランプリ奏者の浅いですよ。やっぱり、いうん、ちょっと脇本、確かに近況は勢いに乗って、もう特別の件を取るっていうのは熟してる、というふうに思われるかと思いますが、竹内っていう、えー、っと、何としても逃げてやるという動画がいますからね。 ちょっとこれを人気、広報におかれた時にどうするんだっていうのは、それでも、あのー、できちゃうと、まあ、ファンの方々は思っていらっしゃると思うんですが、ちょっとこれ買いかぶりすぎなのではないかなと私は思います。ということで、えー、オッズを見て、まあ、判断することにした結果、えー、私の予想は竹内番手の浅いです。えっ、ー、と、 脇本は、やっぱり、えー、ダービー、えー、ミヤハイト決勝によりまして、3着、2着。まあ、仕掛けを少しずつ遅くしまして、調整をしたんですが、最後、まあ、えー、三谷隆起に交わされている。で、今回はその三谷がいないということで、その代わりに、まあ、古生優作が番手を回る。まあ、その後ろは村上義弘が固める。 多分、村上資料も、あの、賞金的に6000万稼いで、グランプリほぼ確実なんで、脇本か故障かのどちらかが優勝してくれたらいいと。まあ、展開がもつれらは別ですが、普通の流れにな、普通に脇本、故障で最後できる流れになれば、あの、そんな無理はしないとは思うんです。 なんで、その脇本のコメントも、まあ、最初ですね、えー、古生が前回りして、古生の方が脇本より、えー、年下かつ後輩ですから、古生が引き出し役をするってなったんですが、それはやっぱり脇本は、あの、自分のスタイルに合わないっていうことで、えー、即拒否しまして、えー、っと、脇本の、脇本が前、え、古生が番手ということになりましたね。 えっと、脇本のコメントは、考えて走る、ですね。まあ、やはり優勝を目指している。今度こそ、三度目の正直、優勝を取りに行くという意識が強いのではないかと思います。ちょっとその辺が、まあ、ダービーやミヤハイと違うのではないかなと、思います。まあ、故障も縦足あるんで、 普通にジャンで先行するんだったら、まあ、ちょっと故障に刺される可能性が高いんじゃないかな、と思うと思うんです。いわき平、400にしては直線長いですからね。なんで、まあ、ジャンすぎぐらいかな、金三角ぐらいの剪定を 先行に仕掛けるかなという。竹内はかかりきる前、あの、できいたいっていう気持ちは、まあ、あるかと思うんですが、まあ、故障に足をあの使わせつつ、まあ、竹内がかかりきる前にできるっていうのが方針でしょう。まあ、普通に幕に構えるとですね、中段に渡部和成がいっちゃう可能性もありますし、 脇本そんな位置取りできませんからね。えっ、ー、と、7番手に置かれるピンチだと考えてるでしょうから、やっぱり金三角ぐらいには仕掛けてくるんじゃないかなと思います。となると、そこで、まあ、竹内がどうするかとなると、竹内はもう、覚悟を決めて先手を取るような、あの、口ぶりでしたね。 まあ、前を取るか、浅井や金子が前を取るかどうかによっても結構左右されるんですが、突っ張っても逃げるような感じになるんじゃないかなと思います。渡辺飾そういう時、えっと、まあ、ンを切っちゃったら、脇本に行かれたらその時点で優勝なくなっちゃうんで、脇本と竹内どちらを逃がした方が渡辺和也にとって好都合かっていうと、 竹内の方が好都合だと思いますで。かつ竹内が焦って仕掛けてくれて足を使ってくれれば、あのそこ中段からですねま、まくりで勝負になるんじゃないかなと思います。また、アサリも脇元を仕掛けてくると、まあ思い切り振るでしょうから、まあその時は落車がちょっと心配ではあるんですが、ちょっと脇元を見られすぎてるんで、それを乗り越えるです。 のはどうかなと。で、えっ、ー、と、宮杯の時は他に原田健太郎はいましたけど、まあ、その時は番手って山田秀明だったんで、まあ、先行する義理はない。今回の竹内は、アサイコーターや金子隆を引き連れてるんで、もう逃げるっていうことで、今回の方がすごくやりづらい、という見方ができると思うんです。 やはり、竹内が先手を取って、浅井がこう、どかしにかかって、結局最終2コーナーで脇本が飛びそうな、2コーナーまでに飛びそうな流れになるような予感がします。で、そこで、あの、渡辺和成がこう仕掛けてですね、えっと、それとともに浅井コーが番手から出ていく、 そして、最終的に4コーナーで、浅井と渡辺和成が、えっと、まあ、なんだろう。踏み合って、そこにですね、中村博とか、金子隆が、えっと、猛追してきて、さらに、えっと、脇本が飛んでもですね、古生は、えっと、うまく潜り込んでですね、 あの、最後突っ込んでくるんじゃないかなと見て、えー、っと、本戦は、えー、っと、浅井から渡辺和成。これはですね、えー、っと、折り返しですね。最終的に渡辺和成があ、やはり、竹内が足を使って、れば、浅井も出ていくのに、やっぱ足使っちゃうんで、渡辺和成が最後、あのー、まくりかわせるかもしれない。 まあその時に2級も考えたんです。2級も20倍以上つくんで、抑えておく必要あるかなと思ったんですが、その時に、まあ、浅サがですね、できちゃうと、はい、できちゃえば、まあ、その方が中村博士、すんなりならいいんですけど、浅井がそこに、えー、切り替えてしまうんじゃないかな。そ,そうなると、中村博はさすがに飛ばされると思うんで、 切り替えて、結局、また、えー、浅井孝太が差し返して、えー、渡辺和9のマッチレースになる可能性は高いのではないかなと思って、えー、やはり1221が大中心にしたいと思います。それからですね、えー、渡辺和9が全然まくれなかった場合は、まあ、金子も仕事すると思うんで、えー、その、金子の流れ込みの一六それからですね、えー、っと、外、 こう、ふん、与え火災がとん、えっ、ー、と、仕掛けるんだけど、車が案外、竹内をかかりが良くって、伸びきれずに飛んだ場合、えっ、ー、と、中村博士、結構最近、えっ、ー、とし、弟子の根田隆が前につけた場合でも、あれ、前の場所のどっかの準決勝だったと思う。えっ、ー、と、松戸かな、えっ、ー 準決勝でシビアに、インを踏んでいったような、インを踏んだレースを見せたんですよね。そういうレースを見せれば、中村博士が、最後、あの、金子隆をかわして、2着に突っ込んでくる。やっぱ足いいですからね。えー、準決勝なんかも結構、中段から2着突っ込んできたように、やっぱり気になる選手ではあ,あるんで、1級も。 それからですね、えっ、ー、と、脇元が不発に終わってもですね、故障が盛り込んで縦で切れで、えっ、ー、と、中村、金子をか、門をかわす13。まあ、裏もちょっと気になるんですが、そんなに故障の出来が良くないってことと、まあ、立て直すのにちょっとその分遅れるんじゃないかなということで、えー、と折り返しなしの13。3 えっと、1221 1、それから1から693、えー、アサを中心に考えてみました。はい。えー、岩木平オールスター競輪決勝戦の予想をお送りいたしました。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。えー、ぜひお気に入りましたらチャンネル登録よろしくお願いします。えー、っと、関連動画動画プレイリスト。はい、この最後の20秒で表示されます。 お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。ブログ、ツイッターなどを見ていただければ嬉しいです。高評価も歓迎いたします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降でした。